かわいいだけじゃない四季守さんは、牧きほた語による日本の漫画作品。マガジンポケットにて2019年2月2日より配信中。メディアミックスとして2021年1月に動画工房によるテレビアニメの制作が発表されている。男子高校生、泉とその同級生、四季種のやりとりを描いたラブコメディ。 ツイッター漫画から始まり、2019年2月より、マガジンポケットで連載中。マキは、以前より、ツイッターで、可愛さとかっこよさの二面性がある少女のイラストを、アップしていたため、担当編集者から、可愛いだけじゃない女の子の漫画を描くことを勧められ、それが、タイトルの由来にもなった。もともとはツイッターで、個人的に載せたもので連載化を想定していなかった。 こともあり、主人公たちはいきなり恋人同士からスタートしている。初期はツイッターの設定に合わせて前話4ページだったが、泉のモノローグで始まり、色種のイケメン顔で終わるという毎回同じ構成になってしまった。そこで変化を加えるために、設定を増やしたため、徐々にページ数が増えていった。また、一巻の頃は色紙のキメ顔から、 殺意が滲み出ていたが、世界観に合わないため穏やかな表情に変わっていった。2020年10月に講談社の連載作品で、直近1年間で最も重版がかかった単行本一巻になった。インターネットを中心に支持を集め、次に来る漫画大賞、ウェブコミック部門5位、全国書店員が選んだおすすめ、コミック一般部門8位、 みんなが選ぶツタヤコミック大賞を9位を受賞した。初の長編であった4巻の文化再編では大きな反響があり、マガジンポケットのランキングで1位にもなった。読者の男女比はおよそ7、3で、少年向けラブコメとしては比較的女性の割合も高い。2021年4月時点で電子版を含めた累計発行部数は210万部を突破している。 不幸体質の男子高校生、泉は同級生の四季守ると付き合っている。普段の四季は可愛くて優しいが、泉に訪れた危機や彼の言動に反応して、男前なイケメン彼女に変身する。恋の甲は突起がない限りテレビアニメ版の声優。泉と四季の下の名前は不明。マキは二人の名前は作品の大きな山場で出すとしている。 2022年4月より放送予定。ありがとうございます。